岩門の滝でした。いや、めちゃめちゃ右方向です。2時間ぐらいおったかな。久しぶりになんか滝をじっくり撮ってしまった。もう12時半なんですよね。先にご飯にするかな。で、ちょっと雲がね、結構出てきちゃったんですよね。一応今から行く展望台は360度展望なんですけど、それじゃあ城山展望台に向かいます。どっか泊まってご飯食べれそうなところがあったら先にご飯にします。リサーチしてないんだよな。あ、道の駅で食うか。ヤスティンホラードって混んでるね。その先左方向です。やめようか、やめよう。ラスティンってあんなに混むんだね。めちゃめちゃ閑散としとるイメージしかないんだけど、新しくなったのか、あそこ。あんなに混んどるイメージなかったんですけどね。うわ、カヌーやっとる。通ったことないな、ここら辺。自分でルート作っといてないんやけど、全然知らん道だな。来る先左方向です。めちゃめちゃ階層路じゃん。ここで食べようか。ここで食べよう。腹減った。もうダメだ。腹が減った。ここで食べましょう。よいしょ。日陰もあるし。いや、本当はね、展望台で食べようかなと思ったんだけど、熊注意とかの看板があるみたいなんで、あんま食い物持ち込んで熊寄ってきても嫌なんで、ここで食事にします。はい、今日は、昆布おにぎりと、カレーパン簡単にしました。はい、とりあえずいただきます。今日なんか街中にいたら結構30度近いんですけど、さすがに山来るとまだ風が心地いいですね。はい、カレーパンの前に今日もコーヒー持ってきました。とりあえずコーヒーいただきます。
今日はちょうどいいね。鶴ヶ半島行った時はちょっと寒かったんですけど、カレーパンです。カレーパン子供の頃は好きで、いくつぐらいからかな、20歳過ぎてからなんかあんまり食べれんくなって、でまたなんか40過ぎたら食べれるようになったな、なんでか知らんけど。カレーが中身が変わったからかもしれんね。今日のカレーパンは本当のカレーが入ってるから。はい、お昼済ませました。ごちそうさまでした。でこの山道を登っていって、まあ本来は下から歩いて登る展望台みたいなんですけど、一応この道からショートカットできるみたいなんで、まあバイクごとはいけないんですけど、近くまで行って、そこから歩いて展望台までっていう感じなんですが、まあ車だとちょっと止められないかもしれないんですけど、まあバイクなら問題ないかなっていう感じの、ちょっと道が広がってるところがあるんで、そちらに止めて、歩いて行ってみようかなと思います。木が茂っちゃって見通しはないですね、ほとんど今のところ。比較的道路は綺麗ですね。そんなに木くずたっぷり落ちてるわけじゃないし、まあところどころ拳半分ぐらいの石が落ちてたりはありますけど、まあ普通に気をつけて走れば全然大丈夫な感じです。あれ何、これは何、あ、トイレあったんだ。あ、ここに駐車場あるんじゃん。おお、あ、いや、開けとるところあるんじゃん。いや、綺麗。ちょっとガスっとるけど、いや、綺麗ですわ。ここにちょっとバイク止めてきます。で歩いていきます。はい、じゃあ展望台まで歩いてきます。ちょっと先を左に曲がるところがあるはずなんで、そこ入ってしばらく行くと展望台みたいです。そんなに遠くはないはずなんですけど、情報が少なくてあんまりよくわかんないです。アップダウンはなさそうで、尾根伝いにずっと行ける感じみたいなんだけど、行ってみるとわからんからね。200m です。城山で200m来ました。なんか鳴るもん持ってこなかった。あるね、下から上がってくる道が、ちょっと登山道になってます。登りあるじゃん。聞いてねえぞ、登りあるって。最後登りじゃん。しんど。さあ、
こんな感じです。しんど。はい、城山展望台でした。バイク降りて下って展望台に行ったのはいいんですけど、帰ってくる時がしんどかった。距離短いのに。この先にも同じような場所はあるんで、下りを、じゃあ帰りを楽にしたいんであれば先に登った方がいいかもしれないですね。こっちの方が遠いかな。こう広くなってるんで、バイクだったら飛べてもいいかなとは思うんですけど。ちょっとガスっちゃってましたけど、まあまあ、展望は良、かったですね。多分スカッと晴れてる、空気がすっきりしてる時だったらかなり遠くまで見えそうでした。さすがに海までは見えんだろうとは思うんですけど。今日は普段よりも歩いたな。あんくらいでかよっていう話もあるんですけど。もう全然運動不足だからあれでも精一杯ですわ。結構ここ路面がいいんで、もし来られる方は飛ばしすぎないように気をつけてください。道狭い割には路面が結構綺麗なんで、バンバン飛ばそうと思えば飛ばせれるんで結構危ないっす。降りてきたかい？あ、両方しとる。ここでね、最初ご飯を食べようかなと思ってたんですけど、ここだったら全然いいな。でここにトイレがあるんで、
ちょうどいいかなとは思ってたんですけど、ちょっとトイレ寄ってきます。はい、というわけで今日は長良川水力発電所の、水路橋を見て、滝を見て、展望台を見てと、3つほど回って、まあ実質4つか回って、1日を過ごしてまいりました。まあどれも、初めて行ったところばっかりなんですけど、なかなか面白かったです。あの水路橋はやっぱり ああいうのなんかなんだろうね、なんか惹かれるんだよね何がいいってこともないんですけど、なんか好きなんですよね。そんなにだから、ね、知識もなんもないんですけど、取る先左方向です。たまたまテレビ見てたら近くにあそこがあったんで行ってみたんですが、結構良かったです。で今日行った滝もこれまた良かったね。この間御嶽見に行った時の滝も良かったんですけど、あれも今日のも良かったな。というわけで今日はこの辺りで終了したいと思います。アーロンボックスがお送りいたしました。ありがとうございました。